はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、2月の28日ですね、金曜日でございます。今日はですね、今から東京ディズニーランドの方にね、行きたいと思ってるんですけれども、本日の朝ですね、はい、まあ皆様もご存知だと思いますけれども、東京ディズニーリゾートがですね、休園するという情報がですね、入りましたので、はい、残念ながらですね、明日から、もう急遽ですよね、本当明日からなんでね、もうね、休園なんですよね。ということで、本日今から行くんですけれども、その休園前の最後の日でございます。で、一応ですね、期間がですね、明日2月29日から3月の15日までになってるんですけれども、もしかしたらね、今後のコロナのね、影響によってはね、もしかしたらさらに伸びちゃうんじゃないかなっていう可能性もあり得ますよね。はい。なので、まあ、とりあえずね、もう今日は、まあ、下手するとね、ベリミニとかの装飾とかもそうですけれども、下手すると最後の日なんじゃないかななんてね、思ってたりもしますので、今日はね、いろいろ一周回ってですね、もう今日行ったら20日間、約ね、20日間行けないですから、いやもうね、見納めをしていきたいと思います。まあ、ただですね、もう今日ね、朝からね、ディズニーランドのね、待ち時間見てるんですけど、めっちゃ空いてるんですよね。もう最高のアトラクションでも40分待ちぐらいのね、アトラクションの待ち時間になってるので、超ガラガラなんですけれども、おそらくですけれども、18時以降ね、もう明日からね、来れないぞっていうことで、アフターシックスパスポートでね、一気にね、ドーンって来る可能性があるんじゃないかなって正直思っています。はい。まあ、とりあえずですね、まあ、今から行くんですけれども、まあ、ジョマジですね、一応ね、東京ディズニーシーメインで行く予定ですね。まあ、なぜかっていうと、ファンタズミックがね、もしかしたら今日でラスビーなんじゃないかなっていう可能性もあるので、まあ、本当はアフターシックスパスポートでね、まあ、どのぐらい増えるのかっていう動画撮りたいところなんですが、ジョマジはね、一応ディズニーランド一周ね、軽く回ったらですね、もうファンタズミックメインでね、行きたいと思いますので、はい、まあ、とりあえずね、軽く一周回る動画となりますけれども、ぜひですね、もう本当に今日最後ですから、明日からもう20日間、近くですね、もうパーク行けなくなりますからね、はい、もう本当に見納めっていう形で今日は行きたいと思っております、ね、ベリミンの装飾とかもね、もしかしたら今日で終わりかもしれませんからね、はい、本当にもうジョマジの中では見納めと思って行きたいと思っております。はい、ということでね、早速ディズニーランドの中行きましょう。はい、モンスターズインクライト&ゴーシークです。ちなみに今ね、17時ちょうどぐらいなんですけれども、めちゃくちゃ空いてます。見てください、やばいですよ、ほら、なんとね、35分待ちです。しかもね、まだね、ファストパスがこんなに残ってます、やばいよね。はい、ただいま17時9分ですね。はい、まだまだね、もう閉園まであと5時間以上あるんですけれども、スタッツはなんと5分待ちです。ちなみに今日ね、朝からずっと5分待ちなんですよね。いや、やっぱりね、空いてますね、どうしても。しかもね、今現在ですね、このバズライトやアストロブラスターやってないですからね、やってない状態でなんと門員35分、やばいよね。しかも視察はもうね、5分待ちですから、超ガラガラっていうのがね、これでわかると思います。バズライトやアストロブラスターやっていない状態でね、スペースマウンテンもこんな感じでございます。なんとまだまだファストパス残ってます。しかもね、35分待ちです。もう待ち時間もやばいしね、もう全部のアトラクションが超空いてます。ニュートゥモローランドですね。ニュートゥモローランドもね、非常に空いてますね。すごい人通りがね、少なくてね、もうめっちゃ歩きやすい感じです。やっぱコロナの影響でしょうかね。これですね、実はこの前ね、ちょっと夜でね、見にくかったと思うんですが、その後ね、いろいろ見てみたらですね、なんとこれ自動販売機ですね。トゥーンタウンのね、桜なんですけれども、ジョマジね、毎日ね、この桜見てるのがね、日課だったんですが、もう明日からね、見れなくなるのが非常に残念です。多分ね、復活したらね、もうこれは散ってますよね。はい、ミニーちゃんの家なんですけれども、ちょっとね、奥の方が変わってるような気がしますね。なんかカーテンとかね、いろいろ追加されてますね。はい、見えますでしょうか、なんか看板がね、追加されてますね。あと左の方にですね、ミニーちゃんの、扉ですね、扉もできてます。はい、こんな感じでミニーのスタイルスタジオがほにゃらほにゃらら書いてありますね。いつはスモールワールドですけれども、今現在10分待ちですね。はい、まあまあ混んでる方じゃないでしょうかね。うん、まあでもね、非常にこの辺周辺はね、空いてますよね。いや、本当になんか寂しいですね。はい、フィルハーマジックも10分待ちでね、そのまま中までもう入れる感じですね。
もうずっとね朝からね10分待ちですね。スノーホワイトは10分待ちですね。いやファンタジーランド今日めっちゃ空いてますね。やばいですね。はい、ファンタジーランドで大人気のダンボですけれども、今日はね本当に空いてます。25分待ちですね。いやまだまだね閉まで時間があるんですけれども、この時間帯で25分はちょっとね好きすぎですね今日は。ピーターパンが今日はどうやらねファンタジーランドで一番混んでるようです。30分待ちですね。まあ、それでも30分待ちなんでねもう本当空いてますよね。もうこれで本当に今日で最後なのかと思うと本当に寂しく思いますね。今現在5時25分ぐらいですね。昨日と同じ時間に来てみましたが13分待ちということでね、まあ、やっぱりホンテッドマンション空いてますね。もう5分後のねファストパスが残ってますね。もうこのまま追い抜かしちゃうようなそんな状態のファストパスですね。はい、ビッグサンダーマウンテンですね。今日はねビッグサンダーマウンテンもねめちゃくちゃ空いてますからねすごいですよ。はい、なんとねまだファストパス残ってます。しかもね30分待ちです。超ガラガラですね。はい、リバ鉄ですけれども、リバ鉄もね、もうずっと朝からね、5分待ちなんですよね。もう全然ね、上に登る人がね、まずいないっていうね。ジャングルクルーズも同じように5分待ちでございます。もうずっと5分です。もう今日もね、いやー、結局、最終日ですけれども、ガラガラですね、パークは。カリブの海賊も安定の5分待ちです。一応ね3月15日までにはなってますけれども、もしかしたらね延長される可能性あるので、下手するとねこのバナーとかも、全てねもう今日で見納めかもしれません。はい、ということでね2月の28日ですね、金曜日の東京ディズニーランドでございました。いやーほんと空いてましたね。まあ急遽ね今日の朝決まったものなのでね、東京ディズニーリゾートが休園になるよっていうのがね、なので、まあもしかしたらねアフターシックスパスポートで一気にドーンって来る方いるかもしれませんけども、まあでもねそれでもめちゃんこ空いてましたね。ジョマジがね一応17時50分ぐらいにねディズニーランド出たんですが、ねエントランスにはねほとんどね並んでいませんでしたね、アフターシックスパスポートの方。なのでアフロクでもね本当急遽なのでねあんまり増えないでねこのまま明日を迎えちゃいそうですよね。なので本当にね東京ディズニーランドこの 1,2 ヶ月もうめちゃくちゃ空いててね、なんかすごい寂しかったですね。で、まあ一応ねジョマジはこれからですね東京ディズニーシーの方に行くんですけれども、シーがねもしかしたらファンタズミックが今日で最終なんじゃないかななんてね思ってます。はい、なのでジョマジはですね今からディズニーシーの方に行きたいと思います。でディズニーランドもね今ねイッツベリーミニやってるんですよね。ベリベリーミニやってるんですが、それももしかしたらね一応3月の15日までって言われてるけど休園が、それがもしかしたらね大幅に変更の可能性まだまだありますから、コロナウイルス次第ですけれども、そのコロナウイルスのね影響によってはねもう3月の15日をよりもうさらに延期しちゃってねもう4月からとかっていう可能性も大いにあり得るので、まあ、ベリーベリーミニもねはっきり言うともう今日でラストの可能性ありますし、ファンタジミックもねもしかしたらもう見れないかもしれません。今日で最終のね可能性がありますので、いやーもうそうなったらね非常に寂しいんですけれども、まあ、コロナウイルスの影響なのでね、そこはもう残念ながらですけれども、まあしょうがないのかなっていう感じはしますよね。
はい、ということで、ジョマジはですね、今からですね、東京ディズニーシーの方に行きまして、一応ファンタズミック、そしてね、一周の動画、もう最後ですから、本当にもう今日終わったらね、明日から約20日間ほどね、行けなくなってしまいますから、もうその閉園ですね、まあ休園前のですね、東京ディズニーシーも一周回ってね、動画撮りたいと思っておりますのでね、ぜひ皆さんそちらの映像もこの後にですね、投稿しますので、お楽しみにですね、待っていていただければと思います。で、明日からなんですけれども、まあ、一応ジョマジがね、あの舞浜駅で降りるしかないですからね、あの舞浜に住んでますから、なので明日以降もですね、一応ジョマジはですね、東京ディズニーリゾートの映像をですね、最新情報を皆様にですね、お届けできたらいいなと思っております。おそらくね、あのリゾートラインとかはね、普通にやってると思います。あの公共のね、まあ普通の電車ですから、あれはなので、そのリゾートラインがやってるのかなとかね、ホテルやってるのかなとか、まあ、そういく、あとイクスピアリですかね、イクスピアリとか、はい、あとはまあ園内が見れたらね、その園内の映像とかも皆様にですね、ご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひですね、明日以降もですね、ジョマジディズニーチャンネルよろしくお願いいたします。で、最後になんですけれども、3月の8日、ジョマジの単独ライブあるんですけれども、一応ね、今のところはやる予定でございます。まあ、数百人集まるイベントじゃないですから、まあ、一応数十人程度のね、イベントになるので、まあ今のところはね、やる予定ですので、もしよろしければですね、お昼の会、そして夜の会ですね、お越しいただければと思います。もうコロナウイルスに負けずにですね、ジョマジも頑張って皆様にですね、笑顔をお届けしますので、ぜひですね、ジョマジの単独ライブ3月の8日日曜日にございます。で、ちなみにね、お昼の会もキャンセル出ましたので、お昼も夜の会もね、一応まだチケットありますので、ぜひ今のうちにですね、ご予約していただければと思います。詳しくはね、下の方ね、コメントの一番上にですね、URL 載っけておきますので、そちらの方からですね、見ていただけると嬉しいございます。それでは今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。この後ね、またディズニーシーの映像を投稿しますからね。またお会いしましょう。